ようございます。アルミシートとか持ってんだよね。アルミシート何用のですか。あ、持ってます。はい、あ、それ以外にアルミシートですか。それ以外にはチェルト以外には、うん、確か救急セットにちっちゃいのが入ってた気がすんだよな。うわ、全然ダメか、この歩き方を忘れてるぞ。まだ林道なんだけど、しんどい。やっと奥新道の入り口に来ました。こんな感じ。お？ねえ、よいしょ、奥新道です。いや、行ける気が全然しない。やばい、こんなんです。危ない。これはなかなかの難関でございます。登ってみないと分かんないっていう。これはでもこういう雪質の時は逆にスノーシューが力発揮するんですよ。イエーイイエーイイエーイ。まるで登頂したかのような。ちょっと日がちょっとスノーシューのリフターを上げて登っていきます。カシャカシャカシャ、こんにちは。あそこに分岐の標識があります。影、太陽が出たり入ったり。あ、うわ、
歩いて軒まで来ましたよ。立派。本年もよろしくお願いします。雪庇です。雪庇慣れるまではこれジグ、こういう風につま先の方向を変えて降りてね、つま先真下だと後ろに押し尻もつくから、やっとこニコロ平頂上まで1キロ。おお、目標の分岐まであと少しです。頑張るい。横断道の分岐まで来ました。くるくる踏んで場所作ってくれてる。わ、若干上の表が方が無表みたいになっとるわ。くる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 、ありがとうございます。到着。三者三者三様。ああ、やっぱそれがいいのかもしれない。これだって一気に3名。若干シュール。正座してるゆかりちゃんがすごいし。ダメです。凍りそうだね。素晴らしい。お手製の耕運機でございます。
先生の。わあ、綺麗な。晴れてきたね。うん。ありがたい。ちょうど動いてない時に太陽が。綺麗、太陽が。太陽の周りが。いや、いいです。重たい。誰もいない山だよ。あ、綺麗だよ。あ、珍しく真ん中を歩いてるんで、山の先生の後ろ姿を撮っております。わあ、超綺麗らしい。綺麗。すごい。すごいすごい。ほら、見て、すごいよ。これ。あ。うえ。気持ちよか。あら、あら、すごい。ああ、本当だ。綺麗。全然歩きやすいよ。いやー、そう、あと半分、さっきのとこからもう半分来た。かわいい。綺麗。麓
ってるとか霧出てるのも幻想的だよね。すごい、私は好きですけど。あ、なんかさ、ね、霧かかってるよね。うん、すごいふわーってしてて、不思議な感じだよ。一応ね、一人で登ってた時、霧がすごすぎて、よいしょ、アンテナが見えてきましたよ。山頂まで来れないと思ってたけど来れたよ。うわー綺麗、青空だったらもっと綺麗だったかもしれんけど、これはこれですごくすごくすごくいいです。あとちょっと、ニューさんが、ゼロ個だったんだけどな。登頂しましたよ。私のやる気ゼロ個は嘘だって言われちゃうな。そうだ。ああ、ありがとうございます。1回目です。到着。まあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。たまりました。お願いします。
すげえ。楽しんでおります。薄暗くなってしまいました。のんびり歩きすぎました。おお、ありがとうございました。